はい、こんにちは、やすです。えっ、ー、とね、6月10日、9日のね、米国市場のニュースを振り返っていきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、明日がね、CPI の発表になりますけども、まあ、CPI 無事通過予想、えー、10年金利大幅低下、えー、なすかチャンスかというね、内容でね、一つね、ちょっと踏み込んだ、初、あの、内容になってますけどもね、今日そういった内容でお届けしたいと思います。 まあなんか今日の動きとかを見てると、ちょっと明日の CPI 予想4.7%なんですけども、多分それを上回らないってマーケットは予想し始めてるんじゃないかなっていうふうにね、思ってるんでね、その辺の話をね、していこうかなっていうふうに思ってます。今日も見ていただいた後にいい動画でしたらね、ぜひね、チャンネル登録、いいねしていただけるとね、嬉しいです。よろしくお願いします。 初めての方は自己紹介ですけども、も元々エンジアしてまして、その後ね、ゲーム開催データのなれとして、米国の都市事業をしてます。安らぶずテックやってますんでね。ツイッター安らぶずテクなんで、こちらも合わせてフォローお願いします。えー、今日ちょっとね、一、まあ、と踏み込んだ内容になるんですけどもね、参考にしていただいて、えーえー、と皆さんの投資の参考になれば幸いですというわけで、今日のニュースなんですけども、今日は、まあ、ダウマイナス0.4、S&P マイナス0.1、ナスダックマイナス0.09、ラッセルマイナス0.7という感じで、 まあ、小幅、まあ、ちょっと小幅に下がったかなっていう感じで、別に大きく下がったわけでもないし、まあ、どちらかというと様子見という感じがします。ただ、あのー、いつもとちょっと違うところは、まあ、金利が大きく下がってるんですよね。金利が本当はこんだけ下がれば、ナスダックとか上がってきますよねっていうところもあるし、 あのー、ま、ビックスがちょっと上がってるっていうところがあるので、まあ、金利は下がったものの、相場屋はまだ様子見してる。ま、出来たかも多くないしね、様子見してるっていう感じになります。はい。うん。そうですね。まあ、一旦、こんな感じでいいかな。 で、今日はマーケット特にね、そんなに、あの、動きがないんですけども、まあ、シーデならヘルスが上がってる。ヘルス今日なんで上がったかってよくわかんないんですけどもね、なんか一応アメリカ政府がワクチンを買うっていうニュースは出てたんですけど、それ以外の銘柄曲がってるからね、ちょっとヘルスが上がってる理由はわかんないですけどね、誰か教えていただければ、ちょっとコメント欄にいただければと思います。で、まあ、もちろん金利が下がってるんで、金融下がってますよっていうところと、あとね、ちょっとリア充関係この辺の、何です？いろいろとアパレルとか旅行とか、 カジノとかがあるところが、ちょっとね、ちょっとだけあの下がってますねっていう感じがします。で、えー、っと、タイトルでなす開かっていうところに書いたんですけども、えー、っと、今って一旦その金利とか、あの、インフレとか雇用というのを除けばね、えー、っと、 ハイグロは割高です、まだ。ハイグロはまだ割高。時間かかる。うん。まだまだ時間かかる。まあ、独級サインみたいに一部ねあの、終わったもの、一部割高からニュートラルに転換したものはありつつも、ほとんどの銘柄が割高なので、多分ハイグロのターンはまだ回ってこない、えー。ダウ関連はハイグロよりも割高になってるので、あの、おそらくこの先、あの、銘柄によっては大丈夫ですけども、ただ、その、ボトムから回復したっていうレベルの、 ボトムから回復したっていうレベルの、あのー、株価の上がり方あ、事業の出方のやつは、多分ここで止まる、まあ、もちろん一部ねその、コロナ前の回復以上にビジネス伸ばすとかあるんで、そういったところは伸びていくって言うんですけど、全体としては基本的にボトムからリカバーリーしたっていう株価の上がり方をしたので、今後、ボトムからリカバーリーした以上の,その決算が出なければ、ダウはここで打ち止めってことになる。 じゃあ、あと、そんなにこう、あのー、割高感が出てないところはどこってなると、去年の9月ぐらいからずっと上がってないガファム系ってことになると思うんですよね。まあ、上がってないプラス EPS がすごく伸びてるガファム系っていうファングマンとかになるんですよね。なので、あのー、で、今、チャートだけに見ても、まあ、999ですけども、もうこれ、 2月の高値を超えてないんですよね。ただ、別の言い方すれば2月の高値とかをブレイクしそうみたいな言い方にはなっているし、トレンドラインも向いてきているので、まあ、これひょっとしたら今回、CPI が予想より下回って、マーケットがあのインフレ一時的だったね、インフレ遠のいたね、えー、FRB も多分、テーパリングの議論、今月は少なくとも出さないね、来月も出さないねということが予想として織り込まれてくれば、 7月に GAFAM の決算もあるし、この999は高値をブレイクしてくるかもなって今思い始めてます。はい。ちなみに、できたかはそんなに高くないんでね、今日は様子見してます。はい。えー、VOO もね、できたかそんなに高くないです。で、これもね、上真似が押さえつけられている状態で、まあ、ダウ系もね、ナスダック系も今ちょっと様子見っていう感じですと思います。はい。 ARKW ですけども、これはまだまだダウントレンドを継続中っていう感じですね。まあ、この辺の、どこ年が6月、5月中旬ぐらいのところから伸びが止まってます。なんかハイグロ全体としては基本的に伸びてません。あの下げトレンド継続中ですし、あのこれ見ても分かると、2月までずっと上げてきたんで、ARKW って、やっぱりね、このみそぎが終わるまでは少なくとも10月ぐらいまでかかるだろうなと思ってます。 WCLT はね、若干、あのー、やっぱ s a ズ s 系っていうのは若干調子いいですけどもね。うん。どうなんだろうね。いろいろ s a ズ s 個別決算見るとまだまだ割高なものが多いから、ズンズンズンと上がる感じはしないけど、ARKW よりかはましなんじゃないかっていう見方をしています。えー、コモディティね、相変わらず値段高いんでね、この辺はちょっと、うん、あの消費者物価指数ね、気にはなりますね。 で、今日のまあメインニュースは、金利が金下がったことなんですけども、なんで金利下がったのって話なんですけども、あの、これ私もちょっと抜けたんですけどもね、今日国債の入札がありました、10年国債の。で、この入札が非常に良かったみたいです。で、場がオープンするときから金利下がってたんですけども、もうなんか今日の入札が良い,いことを予想し始めてて、あの、債券を買ってったりとか、あとショートカバー、まあ、債券売ってた人たちが債券を買っていくみたいなことがもう、その、 入札が始まるずっと前から始まってて、それであの入札も良くてっていうことで金利が下がったみたいです。なので、債券投資家としては、一旦インフレは、ね、一時的なもので、FRB は動かないんじゃないかっていうふうに考えてるということになりますっていうのと、まあ、ちょっとあとは他のパワーバランスいろいろわかんないんですけども、えー、とカワスの影響だったりとかあの、日本を含むアメリカから見た海外ですね。 アメリカ以外の国が、そのアメリカの国債を買う方がお得という、その状況下が作られてるらしくて、えー、そういった意味で国債が買われてる。だから金利が、あのー、下がってるっていう解釈になります。で、えっ、ー、と、一時的ってどういうことかっていうと、あのー、まあ去年の4月、5月って非常にコロナでダメージ受けたんですよね。 すごい例えばで言うと、去年の4月、5月って飛行機のチケットの価格ってめちゃくちゃ下がったんですよ。確か覚えてる限りだと、ニューヨークも、私もそのコロナのほぼ直前にニューヨーク往復したんですけども、ニューヨーク往復で200ドルとか300ドルだったんですよね、確か。普段はありえないんですけども。で、これがニューヨーク往復が500ドルに戻ってくるってなると、やっぱ、ね、インフレ率2倍じゃないですか、単純に。その去年の対比で言えば。でも、2019年も500ドルで、 2019年500ドルで、2020年が200、えっと、250ドルで,で、2021年がまた500ドルに戻るみたいな、こういう感じで、で去年との対比で言えばインフレ2倍ですよってことになるんですよね。ただ、去年も最初のロックダウンが終わって、6月、7月、8月ってなってくると、復興期のうちに徐々徐々に上がってきたんですよね。まあ、250とまではないですけども、300とか350みたいになってきた。 そうすると、だんだんインフレ率って収まってくる。ただ、そのインフレ率っていうのは、あくまでも、本当にインフレしてるわけじゃなくて、去年がひどすぎたよっていうことに対するインフレ。なので、まあ、あの、5月の結果を見て、これが一時的かどうかっていうのが、まあ、判断できるんじゃないかっていうところがね、ただ、最近の投資家は一時的なんじゃないかっていうふうに見てるってことだと思います。また、あれですね、4月はとりわけね、給付金のブーストがすごかったんですよね。給付金があったんで、みんなその、お金をいっぱい使うっていうところもあって、 インフレんだっていうののがあるので5月っていうのは若干、インフレが、観測が後退してるんじゃないかっていうところが、ね、見られてね、あのー、国債の日札がすごく堅調でした。まあ、というものの、ね、マーケットは注視してます。だからといって、やっぱその明日の CPI が出るまでは、あのー、株価いいっていう感じにはなってないです。えー、予想は4.7で、ヘッドラインだけは結構しんどいんでね、あのー、ちょっとヘッドライン見てからにはなると思うんですけども、 あの2008年以来の、ね、インフレになるってことが予想されていますで。市場はこれが一時的かずっと続くかていう確認する必要があるので、もちろんそのインフレのデータの中でね、まあ、私はちょっとどう見るか分かんないですけども、あのエネルギーと食料、そしてそれを除いた壊し指標っていうのがあって、やっぱその中、紐解いていった中でこれが一時的かつあの、それとも永続的に続くのかっていうところを確認する必要があるんだろうなと思います。発表は明日の東海岸時間8時半になります。はい ただ、まあ、いろんな記事とか、アナリストの分析とかを見ていく限りは、まあ、おそらく、明日は、まあ、ある意味、無事クリアって言い方もおかしいですけど、無事クリアなんじゃないかっていう感じがしてきました。4.7を超えない。だ4.5とか4.4になるみたいな。そんな感じじゃないかなと、今は私は考えてます。で、えっ、ー、と、インフルっていうのは、あくまでも一時的なデータに過ぎなくて、やっぱ一番の ポイントは、FRB がいつテーパリングに言及するかということが株になるんですけども、明日のインフレがひどくなければ、あの大方の予想は8月に、ね、ジャクソンホールっていうところで、各州に連れれた連金総裁でいいのかな、あのー、が一度に集まって1年に1回の会議をやるっていうのがあるらしいんですよね。でえー、そこでテーパリングの 時期と規模とかを発表するんじゃないかっていうのが今の予想なんですね。で、その時期と発表の予想なんですけども、8月に発表して、えっ、ー、と、年末から年始にかけて、徐々に、えっ、ー、と、毎月の債券購入額を減らしていくっていうアナウンスがされるのではないかっていうことが今マーケットの予想になってます。はい。で、6月に、 この議論開始の言及はあるかもしれませんねっていうふうにさらに思ってます。だから6月にその、まあ、8月のジャクソンホールでテーパリングについてはちょっと議論し始めますよっていうことぐらいはね、折り込んでくるかもっていうぐらいはもうあの予想されてるんですよね。なので、まあ、インフレがもちろんこれがね5%とか5.2%とかになったらシナリオが変わって、あの6月にも何か出るんじゃないかってなるかもしれないんですけども、あの予想通りとか予想を下回るぐらいであれば、おそらく FRB のテーパリング観測っていうのは 少なくとも8月までは交代にするんじゃないかっていうふうに見ているんじゃないかなというふうに思います。はい、8月の、ね、ジャクソン・ホール・エコノミックあ・シンポジウムですね。うん、これ面白い、ね、記事なんでね、もし、あの、英語でもれの方は読んであの、あの、いつも私ニュースね、あの、 動画詳細欄に貼ってるんで、ぜひ見てもらって、ぜひ見てくださいね。で、ここには、その、8月のね、ここで発表されるんじゃないか、それがアメリカの、あごめんなさい、アナリストのコンセンサスですよということが書かれてます。はい。うん その他ね、ちょっと細かいニュースなんですけども、あの、アメリカが他国のためにモデルナとファイザーの、えー、ワクチンを購入することをきて、ま、決めてます。ジョンソン・ジョンソンもなんかニュース流れてきますね。で、アストラゼネカはすでに、えっ、ー、と、他国に供給してますよね。というわけで、えっ、ー、と、アメリカがここ最近ちょっとワクチンの購,購入と他国の供給というところをちょっと力入れ始めてます。で、いくつかのニュースで書かれてたんですけども、 あの、もちろん目的としては、あの、低収入の国とか、アフリカの国とかに配るためって書いてあるんですけども、どうやら、その、バイデン大統領のコメントかどっかの引用かかんないですけどもね、やっぱ民主主義の勝利っていうことを、どうやらアピールしたいんじゃないかっていうふうに書かれてるんですよね。だから民主主義の勝利っていうのはもう明らかにね、明らかに、あの、民主主義でない国に向けられたメッセージなので、 あのーまあ、民主主義でない、ね、大きな国に、ね、2つぐらいあると思うんですけどもあの、そこに対するメッセージなんで、そこに対するけん制球として、どうしてもあの民主主義の要はリーダーであるアメリカが、あのー、世界を救うっていうストーリーを作らなきゃいけないっていうところが、やっぱりちょっと見え隠れしてるんだろうなという感じで、まあ、政治的には重要なニュースですね、多分でこれを受けて、モデルナとかファイザーの株価っていうところも、今日ちょっと上がったのかな、まあ、あと今まで上げてきたっていうところもあると思います。はい で、まあ、あとね、ちょっとこれはあんま、あの、相場に関係ないんですけどもね、いいニュースだったんであれなんですけども、住みやすい都市トップに、まあ、大阪と東京が出ましたってことでね、まあ、私もいろんな都市行きましたけども、まあね、日本一番ですよ。住む街としては、絶対に。うん。間違いない。で、これはやっぱ、その、治安とか医療とか、まあ、そういったところも加味されてるんですけども、2020年は特にコロナも影響してるみたいです。なので、世界のほとんどの、特にヨーロッパが軒並みランク落としてるんですけども、世界めちゃくちゃこう、ロックダウンしたじゃないですか。 でも、東京と空いてたんですよ、基本的には。なんで、そういったところもあって、東京とか大阪がランクが高いっていうのも、えー、あるみたいです、はい。オークランドね、オークランド行ったことあるんですよ。いい国ですよね、ニュージーランドのオークランドね。大阪も行ったことあります。先,月先,月先々月に来ましたね、大阪。多分ねあね、私、日本あの、今週末帰るんですけども、また6月、7月には、ね、大阪一回行くと思います。うん、いい街ですよね。 東京はね、えっ、ー、と、今週末帰ろうかなと思ってます、うん。パースとか行ってみたいですね。オーストラリアのパース、マジ行ってみたいですよね。チューリヒ、ジェネーブ、チューリヒだったかな行ったのは、やっぱスイッツアーランドもね、めちゃくちゃいい国ですよね。うん、オーストラリアは、これらの国には行ったことないですけども、オーストラリアもいい国ですよね。ということでね、コロナが明けたらね、ぜひね、また旅行したいですよね、というふうに思わせるニュースでした。まあ、今日はね、主要決算、特にないです。 えと明日まあしたがチェビー、ちょっと見ようかなぐらいですかね、ペットの e コマースのチェビー、明日ちょっと見てぐらいで、もとんど今朝はねもう終わってますねという感じです。でその他いろいろなんですけども、まあ、あのこんな感じです。消費者ビッ価指数はおそらく4.7を下回るものが出るんじゃなかろうかというふうには思ってますけどもね、まず、あ、まず明日は見てみましょうという感じです。えー、その後ね、それを受けて FOMC があります。テンプラーリングのね議論時期だけ言及するかも、その議論時期っていうのは8月になるんじゃないかというふうに言われています。 まあ一応ね、そこから先、えー、CPE と市販機リバランスっていうのがあるので、これもちょっとね、うんどうなるかわからないですね、というふうに思います。まあ、雇用統計消費者物価指数があって、次はねガ f ムの決算があります。で、アマゾンとか Google を中心に EPS 非常にいい決算出してますんで、今回も EPS いい可能性があります。まあ、Google は持ち損んですけども、Amazon とかもちょっとね、PR とか見るとだいぶ安い領域に入ってきちゃってるんで、g a f a ムを中心にね、 あのすごく今、PR 安いと思うので、GAFAM を中心に EPS が伸びるってことが分かれば、この6月のこのイベント乗り切れば、その EPS の成長に合わせて株価っていうのは上がっていくんじゃないかなというふうには、今、私は考えてます。 まあ今はね、私は一旦その、明日の CPA クリアするんじゃねっていう、まあ予想を下回る4.7に対して4.7以下になるんじゃないかっていうふうに私は考えてます。もちろんわかんないですよ。あの5、5%になるっていう意見ももちろん出てるので、これは本当に出ていないとわかんないです。で、CPA がひどくなければ、まあ6月テーパリング議論時期に、 6月に議論時期の元及のあるものの8月に発表ということが、ね、見方が強まるんじゃないかなというふうに思っていますで。なんで、明日の CPI 次第なんですけども、CPI がひどくなければ、まあ、7月の GAFAM 決算までは少し良くなるんじゃないかなというふうに思っています。ただ、やっぱ d a 系もハイグロもちょっと割高で、唯一バリエーションが高すぎてないのは NASDAQ 系、メガキャップ系になるので、まあ、今やっりそれでは難しいと思うんですけども、 明日 CPI がね4.5とか4.4とかになれば、あの、テックハイグロ系の重しっていうのは一つなくなるとは思うので、少なくとも、まあ999とかね、その辺とかは考えてもいいのかもしれないな、というふうに思ってたりはします。うん。なんでね、明日 CPI がそんなに悪くなければ、明日の寄りでね、ちょっとテックとか、 もしくは999とか買ってもいいかもしれないなというふうに考え始めているところです。ね、しばらく99992月以降ずっと押さえつけられているのでかといって EPS は成長しているので、ね、ブレイクするとしたらこのテーパリングの時期が後退したこのタイミングというのは、まあ、あるんじゃなかろうかというふうには思っています。ハイブロはは、ね、どうなるかな、まあ、全体的なハイブロもそんなに高くないんですけども。 とはいうものの、うん、まあ、割りだからだからね。うん、どうなるんでしょうね。ハイグロね。うん、ちょっとわかんないな。ハイグロな。うん、ハイグロ、ドキュサインがちょっともう上がりすぎちゃったんで割安とは言えないんですけども、次、ドキュサインの次にみそぎが終わるんじゃないかと思って見てるのは6です。ROKU、OK。これは次の決算ぐらいではいいところまでいくかもしれないんで、 うん、6なんかは見始めてますね。スケはちょっとわかんないな。うん、あと、GRWG、Growing Generation とかも次の決算で、みそぎがいいところに入るかもしれないなと思ってんでね。この2つはね、ちょっと見てたりはします。なので、この2つはひょっとしたら、このテーパリングの発表が、あ、ごめんなさい、インフレが予想よりも悪かった、えっ、ー、と、FRB に交代する で次の決算いいっていうことになれば、ひょっとしたらちょっとね、足取りが軽やかになるかもしれないなと思ってますけどね。ま,あ、まずは、999あたりを、まあ、とりあえず今月分入れていく、まあ、今月分、2回に分けて入れるとして、1回分入れて、もう1回分は今月末、どっかその、まあ、どっかでどうせ下がるだろうって、むくろあると思うので、それで入れていってもいいのかなというふうに思ってたりします。はい。という感じかな。はい。 というわけでね、引き続きサポートいただければ嬉しいです。というわけでね、6月10日、CPI 無事通過予想か、10年金利大幅低下、ナスダック買いチャンスかもねという内容でお届けしました。今日の動画ね、いいねと思ってもらえれば、チャンネル登録、いいねしていただければ嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。